ということで今回 Perfume、はい、ってことなんですけど、はい、まあ、一応目的としては、うん、知らない人、Perfume 全く知らない人と、知ってるけど、まあ、名前と有名な曲ぐらいだなっていう人が、うん、もっと Perfume に興味を持ってもらうっていうのが一番多分、うん、素晴らしい、好きになるとは言わず、ファンの鏡、もうちょっと興味、うん、はい、じゃあ行きますけど、はい、とりあえず Perfume について簡単に説明しとくと、うん、日本の女性3人組テクノポップユニット、うん、で、広島出身なんだけど、あ、広島なんだね、うん、一緒だね、一緒じゃないね、俺岡山だ、あ、だあの方言が近くて親近感っていうのはある、うん、でそのテクノポップユニットでテクノ系の曲、電子的な音楽と、うん、あと独特のダンスが多分魅力っていうか有名だと思うんだけど、結構動きがね特徴的だよね、うんうん、まあ、そこについても話していきたい、うん、で、3人組なのでちょっと3人を説明しておくとそうだね、ちょっと深く、はい、いきますよ。3人組いるんですけど、まず1人目、歌詞のゆかっていう、うん、通称歌詞ゆかっていう子がいるんだけど、あ、フルネーム初めて聞いた、そういうところ含めてね、はいはい、歌詞ゆかってみんな言うけど、うん、歌詞のゆかって名前って、へ、ロングの前髪パッツンの、うん、って言ったら多分わかると思うんだけど、うんうん、歌詞ゆかが1人、うん、でもう1人が、西脇彩香で、あーちゃん、へー、知らなかった知らなかった本当にそれ、いやマジ、いやマジか、本名、あ、でもそっか、本名ってそんなね調べないか、うん、みんな、うん、あーちゃん、西脇彩香、うん、でゆるふわウェーブみたいな髪型、うんうん、一番女の子っぽい髪型の子が、うん、あーちゃん、うんうん、で、もう一人が大本彩乃で、ノッチ、はあ、多分ノッチがなんか一番みんな言うよね、綾乃ノッチでノッチなのか多分ね、はいはいはい、なるほどね、まあ歌手かあーちゃん、ノッチの3人です、うん、はいはいはい、で、どう話そうかなと思ったんだけど、うん、俺がこう好きになっていった順番をこう小分けにして、好きになっていった順番、そうそう、あるの、あの 入っていく、やっぱ入り口とかあるじゃん、うん、話しながら話していきたいなと思うんだけど、うん、ちょこちょこ俺らの方からもちょっと聞きつつ、うん、うん、いやそれが助かる、うん、で、なんか大まかに話すこと決めてきたら、うん、5つぐらいに分けることができたら、それをちょっと言うとすごい、これインデックスだよ、そう、 Perfume の、魅力5つのもの、はい、はい、1つ、はい、そのうちの1つ、まず楽曲、うん、まあ当たり前で、まあね、うん、うん、で2つ目がダンス、お、で3つ目がライブ、はいはい、で4つ目が、プロモーションビデオ、お、ああそうだね、で最後が3人のキャラクター、うん、これ5つなんだけど、これさ、Perfumeの魅力が分かる5つのことそう、そう5つで、これ聞いてて思ったことない、これ、この3つ3つ、うん、あ、5つ、この5つ、5つ、うん、好きになっていった順番、これ5つ言うじゃん、これ、うん、これ全部ってことなんだよ、うん、曲、ダンス、ライブ、ね、プロモーションビデオ、3人のキャラ、これ全部なんだよ、要するにもう Perfume を構成している全部です、そうそう全部をこう紹介していくって全部好きなんだよ、要するに全部なんだよ、そう、はい、曲がやっぱいいけどとかじゃない、うん、全部、うん、全部好きなんだ、うん、うん、全部話していきます、はい、はい、はい、じゃあまず楽曲なんだけど、うん、で、俺が最初に Perfume に多分入ったのも楽曲が最初で、うん、まあまあみんなそうだと思うんだけど、曲聴いて、あ、いいなって思ったってことね、そうそう、なんか Perfume 自体は高校の時とかから耳にはしてた感じ、うんうん、CD 買うとか、 なんか YouTube でがっつり聴くとかじゃなくて、あ、Perfume、うん、っていうなんかのがいて、うん、なんかそういう電子的なクラブミュージックっぽいやつなんだなぐらいで聴いてたんだけど、うん、あのレーザービームっていう曲があって、はいはいはい、氷結とかでのタイアップのストレイトってやつなんだけど、うんうん、あれを聞いた時になんかすげえ俺それ好きで、はあ、結構まあ最近なんだよね、あ、そうなんだね、割と、あ、本当に最近じゃんそれ、うん、あ、じゃあ、注釈入れとくと、うん、俺 Perfume についての古きファンとかじゃなくて、うん、結構ここ1年とか1年半とかぐらいなので、うん、にわかだよ、にわか、
なんかインディーズから追っかけてるみたいな。じゃないじゃない。そんな。だからそういう人が聞くとちょっとなんか、あの、調子に乗んないと思われるしないわ。いやいやいや、でも改めて言っとく。そんな長いファンじゃない。あの、1年とかのレベルってことを言っときます。でもまあ同じものを好きな人はね。まあね。うん、でまあレーザービームが、はい、結構好きで、うん、なんかあのメロディーラインとかがツボにはまって、うん、若干和的なメロディーラインだったりとか、ちょっとゲームミュージックっぽい。ピューピューンってやってたりとかして、うん、でそれが多いなと思ってて、でちょうど友達に Perfume 好きな子がいて、で CD 借りて聴いたのが、あの奈落への Perfume と奈落の穴への入り口だったんだけど、ですげえ、あ、いいなと思って、うん、そのカップリングとかも聴いて、うん、で大体さ、それ聴いて、あ、いいなと思うと、その人に違うやつ借りたり、うん、あのYouTube で曲聴き始めたりするじゃん、うんうん、まあ、そんな感じでこうレーザービームから、その時はレーザービームが最新だったから、うん、その過去のやつを聴いてくんだけど、うん、それでもう超好きな感じで、はあ、でもともとちょっとダンスをやってたのもあって、うん、なんかクラブミュージック的な電子音楽とかエレクトロダンスミュージックとかよく言うじゃん、 EDM とかって、うん、なんかそういうのが結構ツボにはまる感じだったらしくて、うん、あの過去のやつ聞いても、おなんかすげえいいっすねと思って、ノリがノリがノリがいいよ基本的に。でその時まだね3人の区別ついてなかったの。はあ、うん、曲ばっかり、うんうん、ノッチはあれでしょ、一番可愛い人でしょみたいな、で後の2人ちょっと分かんないなとかしてたんだけど、でそのあの過去に遡って聞き始めて、うん、でそこで Perfume の楽曲の魅力にハマっていたわけですけど、うん、はい、じゃあここで、うん、この感じ、ここであの Perfume の曲についてちょっと簡単に、あまりに聞いたことがない人がいたらあれなんで説明しとくと、うん、歌う？歌うってこと？違う違う違う、説明するんだ。Perfume の曲っていうのは基本的に、うん、電子音楽エレクトロ系で、それにプラス3人の声がすごい加工されてるのが特徴だと思うんだけど、うん、そうだね、うん、でファッファみたいな、そうファッファッファ、うん、分かんない、そうで3人の声がすごいこうフラットになんか加工されてて、うんうん、楽器の一部みたいな感じってよく言われてるんだけど、あれさ、あのメインボーカルは誰なの？はいない、いないの、うん、Perfume ってリーダーがいない、うんうん、そう、それは言われてて、だからインタビューの旅出てくるたびに真ん中の人違うしみたいな。へ、あれでも実際に歌声はじゃあ何、一人で歌ってるわけじゃないん、ちゃんと3人でパートが分かれてる、うん、あ、そうなんだ、そうだね、結構あれだから踊ってる時とかも、うん、あの Perfume よくリップシンク口パクって言われてるけど、うん、あのちゃんとパートでちゃんと口動かしてる、へあれ結構なんか最初っていうか聞き始めの時って全部同じ声に聞こえるからさ、あ、誰が歌ってんだろうって思ったんだけど、それは俺もそうだったね、うん、まあ、俺今分かるけど、あ、分かる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 んだ、全然分かるよ、分かるようになる、うん、へえ、へえ、ちょっともっと精進しないと確かに、これ聞いてくれればね分かるようになるから、うん、今日Perfumeの曲を聴かずして、はいはいはい、うん、でそういう曲が特徴で、うん、で Perfumeの曲を語るにあたっては絶対に欠かせない人がいて、うん、まあ、ご存知の通り、あの中田泰孝っていう人が、はい、全ての曲の作曲編曲作詞をやってるんだけど、すごいよね、作詞もね、そうね、作詞っていうのはすごい、ね、その中田泰孝っていうのを簡単に説明すると、カプセルっていうあのグループがいて、うん、だから一応それがメインなんだけど、うん、その活動しながらあの音楽プロデュースの仕事をいろいろやりまくってるっていう、本当にやりまくってるって感じなんだけど、うんうん、で、まあ、その安高って人が基本電子音楽メインで、まあ、DJ をやってたりとかそういう人なんだけど、うん、まあ Perfume 以外だと、キャリーパミュパミュとか、うんうん、メグとかコルテモニカとかいろいろやってて、でそのほとんどが電子音楽なんだよね、だからまあ、そうだね、うん。うん。そういうのをやる人なんだけど、で、その安高って人が Perfume のやつを全部、曲を全部作ってて、もともと、ただ Perfume って、デビューしたのがめちゃくちゃ前で、2000年とかなんだよ。まあそうだよね。13年前。そうそう。今、多分12年目とか13年目で、うん、これ、ももクロと比較してもらうと分かるんだけど、ももクロってまだ4年目とかなんだ。
すごくない？3倍だよ。キャリアが年季 が, があるね。そうそう。で、Perfume、インディーズの時にも3曲、2曲、3曲出してんだけど、その時はまだ安高じゃなくて、うん、あ、安高じゃない曲もあるんだ。あるある。ただ本当少ないけどね。うん、で、まあ、その時に、まあ、あんま売れてなかったと、うん。なんか握手会とかも5人ぐらいしか来ないみたいな話で、そのうち3人は桜だったみたいな、そういう話もあるんだけど、ボーリング場でライブしたりとかね、あるんだけど、で、まあ、それを見かねたのか、なんか安高に、まあ、プロデューサーなり誰かが頼んで、うん、スイートドーナツとかから多分、まあ、その一回安高になってから全部安高なんだけど、うん、まあ、安高が全部やってると。で、どうしよう。なんか質問ない？質問？最初にハマった曲はレーザービームだったんだよね。そうそうそう。今一番好きな曲って何？今俺が好きなのはエレクトロワールドっていう、結構初期の方なんだけど、うん、まあじゃあその話もしようか。で、まあそういうのをこう曲調べていくうちで、俺は知ってったんだけど、うん、で、そうしていくと、なんかちょっと小耳に挟むのが、全部同じに聞こえるとか、曲に対する曲と作詞作曲編曲全部安高だから、うん、いや Perfume って踊ってるだけじゃんとか口パクだしっていうのがこう耳に入ってくるわけ、うん、で、まあ、確かにその時の俺まだそんなだったから、うん、まあ、確かにそうだよなと思って、うん、なんかそこのとこどう思ってんだろうと思ってこうちょっと調べ始めるわけなんだけど、うん、はいはいはい、なんか安高のインタビューとかが結構雑誌とか YouTube に上がってたりして、うん、でそういうの聞くと結構安高としては3人グループの曲を作るっていうのが珍しいらしくて、その時まだ、あ、であとアイドルをの曲を作るのもそんな初めてだったんですよ、うん、みたいなことを言ってて、曲っていうかなんかキャラクター展開とかも全部そう、いや全そこまではそこまでじゃない、うんうん、で曲をこう作る中でどうせアイドルやるなら、うん、その俺を選んでくれたっていうのもあるから周りのアイドルっぽい曲じゃなくて、うん、ちょっと最先端な音楽電子音楽とかを取り入れてどうすんなら新しいことしたいんですよって言ったのが初め安田がへでその、うん、3人っていうのがあんま珍しいからアイドルなのに電子音楽をやるっていうふうに決めたのと、あと3人いる意味を持たせるっていうのがなんか目標にあったらしくて、うん、でへーと思ってその聞いてみると、その頃からだんだん聞き分けはできるようになってきたんだけど、安高曰くその3人の声には特徴があって、うん、それでこう使い分けたり掛け合いとかをして楽器として使い分けてるらしくて、へー、うん、でちょっと簡単に説明すると安高曰くね、うん、カシユカの声っていうのは、まあ、歌ってない時に聞いても超わかるんだけど、すげえ萌え声なの、うん、へー、すげえ萌え声で、うん、なんか柔らかい甘い声をしてるんだけど、はいはい、っていう風に安高が言ってるし、まあ、俺もそう思うけど、うん、いや、歌手歌が甘いなんか萌え声みたいな感じで、ノッチがなんか一番こう強い伸びがあって芯がある声だみたいなこと言ってて、はい、クールだよね、なんかそうだね、なんかふわふわはしてない、うん、結構芯があって伸びがあるみたいな、で、うん、あーちゃんは一番上手くて、ああそうそう、あーちゃんがまあ歌も上手くて、あと柔らかい、ふわっとしてる感じみたいなこと言ってて、まあ、確かになんか分かることは分かる、うん、トークとか聞いててもそんな感じはするし、そうね、うん、そういうを知ってから聞き直すと、うん、確かに例えばエレクトロワールドだったら、うん、エレクトロワーっつって、うん、バーってこう声を伸ばして、うん、曲がバーンって始まるところって結構ノッチが歌ってたりとかする、うん、でこう A メロに入ったら結構歌手が歌ってたりとか、うん、で一人組にはないその掛け合い、片っぽが言っててかぶさってくるように入ってくるみたいなのが、うん、結構 Perfume の独特のやつとしてある、でそういうの知っていくとあれなんか結構いいみたいな感じになってきてでそのスイートドーナツの頃からこう、うん、どんどんこう下から順番にまた聞いていくわけなんだけど、うん、でその当時変わったアイドルらしからぬ曲を作ったっていう、そのなんか安高の先進的な感じもすげえ好きだったとで、これ結構有名な話なんだけど、はい、
ポリリズムっていう曲があるじゃないですか。はい、うん、俺最初に聞いたのそれだったかな。かなりこれ一番有名かもしれないんだけど、うん、AC の CM で、そう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 、それを見たのが最初だった。あの変なポリバケツみたいのをかぶった人たちになんかゴミを入れてくみたいな CM。そうそう、でポリ、わかんないか、ポリリズムのポリが多分ポリ袋とかそういう、そう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 、あれとかぶさってんだけど、うん、ポリなんとか一連とかね。そうそう、でポリリズムまでって結構言ってヒットしてなくて、どの曲も、うん、で、まあ、俺自身もそんな知らなかったのもあるし、うん、で、たまたま、まあ、なんかの縁でその AC の、うん、まあ、音楽の担当の人がポリリズム使いましょうって言ってくれたのがきっかけで、うん、ポリリズムからドーンって来たんだけど、うんうん、でそのポリリズムに関わるちょっと面白い話があって、まあ、これも俺が好きになった理由の一つなんだけど、うん、ポリリズムって中間の感想でポリループっていう技術が入ってくる。ポリループ、ポリープ、ポリみたいな。あれってまあ歌詞だけじゃなくて、ポリループっていうのがあって、もともと。ビートは4拍子なんだけど、歌は7拍子で、メロディーは8拍子でみたいな、8拍子って4拍子だけど、なんかその、一個一個がバラバラで、1ループにすごい時間がかかるみたいな。そうだね、最大公約数的な小説数がいるってことだね。なんかその技法っていうのは今までアイドルの曲としては全くやられてなくて、うん、でかそもそもあんまり聞かないよね、アイドル以外は。ないないない。でまあ多分当時クラブとかではよく使われたなんだけど、はい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 、でそれをこうポリリズムにこう入れてきたって安田が、うん、したらその時 の事務所の人が、うん、いやいやいやと、うん、アイドルの曲なんだからその流したりとかしてる時に聴、うん、いてるファンの方がおっとっとってなるようなのは絶対ダメだって言われたらしくて、でラジオとかで流すにしても感想がめちゃくちゃ長いとか5分とかいっちゃうから、ショート版が簡単に作れないからもう本当ダメだわみたいなこと言われたらしくて、したら安高がそこでなんかはみたいになったらしくて、はって、そうはってなっちゃった、いやいや待ってと、あのこれだけアイドルがいっぱいいる中でそんなこと言ってらんないみたいな、うん、今までその俺が電子音楽として最新でやってきたのにここで今一番クラブで流行ってるこの電子的なポリループとか取り入れなくてどうするみたいなことを、うん、事務所にこう乗り込んで力説したらしくて、はあ、でなんか今の若者っていうのはそういうなんか最新のものをどんどん取り入れていくから、うん、絶対成功はするんだっていう風に言って、でしかもその短いのがいるなら俺が短いの作る、それ用に作るみたいな、うんうん、ラジオ用に作るわちゃんとって言って、うん、短いのも別で作って、ポリループが入ってないやつを、はいはい、で元々のそのポリループも入れたやつとか作って、そういうのもあってこうポリリズムをこうリリースすることができて、でさらにそれが若者にもヒットして、うん、CM にも起用されて、うん、ドーンみたいな、まあ、これは俺はパフューム元年って呼んでんだけど、この年は。俺さ、そのポリリズムでちょっと一つなんか思い出があるんだけど、うん、思い出っていうか、いやエピソードっていうか、俺、この今の美大に来る前に他の大学行ってたじゃない。うん、そこでね、カラオケに行ったんですよ。はい、その、新刊かななんかの、クラス懇談会かなんかみたいので、うん、それで、女の子がいて、うん、ちょっとサブカル系の、はいはいはい、で俺とは別に俺の友達だった男の子がいて、うん、でその男の子がその女の子の気を引きたいみたいな感じで、うん、で早いな、なんかそうまあね、あんまりそんなもんだよ、うん、それでどんな曲を歌えばいいかなみたいな悩んでたんだけど、うん、俺全然分かんなかったから、うん、なんかそれっぽいのなんか電子っぽいの歌っとけばいいんじゃないみたいな。電子っぽい。あ、なんかあれ、今あれ有名だよね。なんだっけ、パフュームだっけみたいなので、その、ね、男の方の友達が、こう、パッて入れて、パッて歌ったんだけど、うん、そのポリループのとこで全然歌えなくて。ポリループ、ポリ、ポ、ポリみたいな。そう。で、どんどんあれ音重なってくんじゃん。あれ多分さ、コーラスもさ、一人じゃ無理じゃん。歌いきるの、ね。で、それをやろうとして、でも、そのまださその CM がちょっと有名になってきたぐらいだから、あの CM の曲ねってくらいなんで、みんな寂しく歌えない、そう誰も知らなくて、もう大爆死みたいな大爆死爆死だね。でそこで俺はこの Perfume っていうその
団体じゃねえ、グループを、うん、これはちょっとあの浮かずには足を踏み入れちゃいけないなっていうふうに思ったんだすげえ、まあ、あんまり俺も踏み入れてほしいところだけど、それは俺もあんまり知らなかったんだけど、その大失敗してる友達を 見ながら、うん、ああみたいなこれ難しいな、うん、思って見てたっていうね、エピソードがあるんですね。そういうところにもポリリズムはこう影響していくっていうあれ難しいぜ。でもさ、まあね、パフュームカラオケじゃなかなかあんま歌えないよね、うん、そもそもなんか声がね、そうだね、生声じゃないし、カラオケで歌ってもそれっぽくならないもん、息継ぎできないじゃん、うん、うん、まあ、そんな感じ、3人いないと歌えないしで、まあそれが2007年ポリリズムが出て、うん、ポリリズムが CM 使用されてドーンってなったのが2007年なんだけど、はい、ちょっと話それるんだけど、2007年って超すごい年で、なんで、まず一つ、まあ、Perfumeがドーンってなったのがまずすごいじゃん。であとこの、萌えブームとか秋葉ブームの始まりなん、2007年って紅白歌合戦で秋葉枠っていうのができたのが2007年なんだよ。春日とか、な、何、春日は具体的にはどんな、まあ、その秋葉枠っていうのもあって、うん、リアディゾンとかさ、ショコタンとかさ、うんうん、萌えがどうたらっていうのがブワッて来た年で、こうなんか社会的な地位を獲得し始めた年っていうか、さらに Perfume とかその楽曲系、うん、電子音楽系でいうと、とかサブカル系でいうと、ニコニコ動画できたのが2007年。へえ、あ、そうなんだっけ。でサウンドクラウドっていうサイトができたのも2007年。サウンドクラウドも2007年か。ユーストリームも2007年。マジで、うん、あ、2007年すごいね。やばくね。で、ね、しかもこのポリリズムが流行ったのと同時に、うん、あのアイドルマスターっていうゲームあるじゃん、うん、あれとの Perfume の曲をアイドルマスターのキャラに踊らせたりとか、その逆とかっていう流行りが2007年にニコ動がちゃんとできた時から流行ってて、それも絶対関係してるんだよ。メディアミックス感っていうか、そうか、まあユーザーが勝手にやってるんだけど、波及していく感じね。そのアイドルマスターの動画をやるっていうのがニコ動で初期の頃流行って、うん、それの媒介として使われたのが Perfume っていうのがある。あ、で多分まあそので萌え系がどうたらみたいな話になったりとか、うん、AC に起用されてっていうので、こうさまざまな要因がこう絡まってPerfumeだーみたいな。2007年パフューム元年です、覚えてください、はい、はい、覚えてください、ここテストに出ますよ、テストに出ます、はい、っていう感じで俺がこう楽曲にハマっていったんだけど、うん、で言うて、うん、安高の曲自体が好きなのもあって、うん、結構、まあ、カプセルとかメグとか好きなんだけど、じゃあ他のでもいいじゃんって話になってくるんだけど、うん、そうじゃなくて、うん、Perfumeの曲って、まあ、電子音楽だけれども、例えば歌詞がアイドルっぽかったりとか、うん、君のことが好きでとか、恋がどうたらみたいなのはあんまりカプセルとかにはなくて、なんか Perfumってさ、歌のなんか目線が恋する男の子的な目線なの、あれ僕がどうこうみたいなで曲もある、うん、なんかその印象が強い、そうで、その文法って結構アイドルの中では一般的な、うん、そうだよね、うん、なんか君とか僕とか、うんうん、中性的な歌詞っていうのは、うんうん、だからギリギリその電子音楽なんだけれども、アイドルソングらしさもギリギリ残しつつっていうのが多分俺すごいハマった理由で、うん、硬派な感じでギリアイドルソングとしても聴けるし、ダンスミュージックの入り口としても聴けるみたいな感じで、うん、こう僕の溝落ちにこうドスッと来た感じうわーっつって、はあ、で歌詞とかリズムもすごい分かりやすく、そんな難しいものもないし、そうだね、で聴いてて可愛いし聴きやすいしかっこいいしみたいな、で可愛いとかっこいいがこう重なるってかなり強くて、うん、まあ、結構アニソンとかでもさ、可愛いんだけどかっこいいっていうのよくあるじゃん、うん、声が可愛いんだけど曲調がすごいクールみたいな、そうそう、まあ、俺の好みとしてそういうのがあって、うん、女性ボーカルなんだけど超かっこいい曲とかっていうのは、うん、有名なのはあれだ、残酷な天使のテーゼとか、あ、まあ、あれちょっと可愛いとか若干、まあでも女性ボーカル、うん、まあ、最近まあパッと思いつくのは軽音のさエンディングの曲とかさ、はいはい、それこそ初音ミクとかってそういう傾向が多いね、うん、多い多い、で多分初音ミク
あ、そうだ、初音ミクが出たのも2007年だ。へー、初音ミクも2007年そう、2007年何が面白いの。すげえ、スマブラ X は2000あ、それはどうでもいい今日はどうでもいい、まあ、初音ミクも俺すげえ好きだったから、うん、まあ、近しいものあるじゃん結構、うんうん、声をあの電子音楽だし、そう、声を加工してみたいな、うん、でそのフラットな感じ、うん、すぐハマったと。でここでまたよく出てくる話で、うん、あのいやいや、そんな加工してそんな楽器みたいな声やってたらやっぱ声に感情がこもってないととかいう話にこうたまになってくるんだけど、はいはい、これに関してあーちゃんとかがインタビューとかで言ってて、うん、あの声に感情が込められてない風に加工してあってすげえフラットにこう楽器みたいに流れるからこそ聞く人によって解釈が全く変わるみたいな話をしてて、すげえ有名なところで言うと、うん、あの不自然なガールとナチュラルに恋してっていうのが入ってるシングルがあるんだけど、うん、結構それってなんかあなたのことが好きなんだけどどうだろうとか、うん、あのそういう歌詞なんだけど、あの皮肉で言ってるのか本気で言ってるのかは絶対わからないような感じ、なんか例えば、ね、これはさ西野カナとかジュジュとかが歌うと悲しそうに歌ったりとかするんだけど、それが全くなくてすげえフラットに悲しい歌詞も楽しい歌詞もこう歌うから、うんうんうん、解釈が分かれるみたいなことをあーちゃんが言ってて、まあ、まあ確かにそうだなっていうのを感じて、で面白いのがナチュラルに恋してと不自然なガールのシングルってなんか一人の男の子に対する二人の女の子の目線を同時に歌ってるみたいなことが、ファンの間で言われてる。ああ、そういう解釈もあるよっていう感じなのか。そうそう。なんかそういうのもすげえなんかジュジュとかがさ感情的に歌ったら多分、うん、そうだね、公式見解とかになっちゃうんだけど、そうギリギリその本当声も楽器でケロケロ言ってるからこそのなんかお話だなっていうのを感じて、あとあれだよね、やっぱずっと乗れるよねリズムに。あ、そうだね、ずっと4つ打ち入ってる感じも、うん、悲しそうに歌われるとやっぱなんかノリもおとなしくなっちゃうじゃん。じゃあ分かる分かる、うん、みたいな。でもなんかずっと同じテンポだとこうズン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 テケズンテケみたいな。そうそうそう、ライブとかとね相性ね、うん、やっぱなんかクラブダンスミュージック的な要素としてそこはさ、そうだね、なんかメロディー悲しげなんだけど乗れるとかさ、うん、なんかそういう良さもあってすごいその辺が好きになった理由としてあるんだけど、はい、まあ、うん、曲に関してはそんな感じで、アスヤが一番好きな曲は聞いたか、エレクトロワールド、エレクトロワールド、うん、でも上から言ってくとどんどん出てくるからやめた方がいいかな。なるほどね、はいはい、うん、でまあそんな感じです、うん、ということで、はい、曲はそんな感じね。曲はね、そうで、まあそういう流れで俺は Perfume の曲についてすごい好きになっていったんだけど、やっぱさ最近だと曲を聴くってなると YouTube で聴くことが多くて、うん、あ、まあ、公式チャンネルとかもあるしそれでこう PV とか見ていくんだけど、うん、そこでやっぱ目に入ってくるのが Perfume のダンスなんだよ。ダンスか、うん、で Perfume のダンスって聞くとさなんかストリートダンスとかじゃなくて結構独特な何ジャンルと言えないような、なんか ロボットダンス的な、いやでもみたいな、うん、でもなんかね、なんだいみたいな、なんだろうみたいなダンスじゃん、うん、で俺もそこ結構まあちょっとダンスをかじってたのもあってなんか面白いなと思ってこう見てたんだけど、うん、あれね、まあ結構何も考えずにパッて見たらその普通のアイドルみたいに結構動きがさ可愛かったりとかするから、うん、簡単に見えるんだけどめちゃくちゃむずくて、あれ、はあ、めっちゃむずいんよあれ。なんか俺さ一番覚えてるのなんかあのあああとか言ってこう、あ、それエレクトロワールド、あれがエレクトロワールドか、うん、そうで、エレクトロワールドって初期の方の曲なんだけど、うん、その辺はね、まだそのアイドルっぽいダンスで、うん、結構簡単なんだけど、うん、例えば、まあ、俺が入ったレーザービームとか超むずいし、レーザービームだってピョンピョン飛んでるじゃん。 そうそう、あのその辺からねポリリズム以降どんどんむずくなってて、で今見るともうめちゃくちゃあの高度なことをやってん、うん、それでさあのうわダンスガチですげえじゃんっていう感じにまずなった、うん、でここでまずダンスの話をするに欠かせない人をまた一人紹介していくんですけれども、パパイヤ違う。
マシマ先生とか違うから、ね、カバちゃんでもない、あのパフュームのダンスを、振り付けしてる人がいて、振り付け師兼演出家のミキコっていう人がいるんだけど、ミキコ先生、ミキコ先生って言われてて、聞いたことないな。でこのミキコ先生っていうのは、パフュームのダンスに関してはもう超重要な人で、パフュームって広島のアミューズっていうところ、アミューズじゃねえわ、あのアクターズスクールってところに通ってたんだけど、うん、そこの男子のダンスの先生だった男子の、うん、あ、そうなの。そうで、その頃から今もずっとパフュームにダンスを教えてる先生で、デビューしてからはパフュームのダンスはほとんどがこのミキコ先生が考えてる。振り付けもそうってことか。うん、なるほど、すげえじゃん。で、このミキコ先生っていうのは、うん、ただの振り付け師じゃなくて、うん、一時期海外に留学してて、演出に関して勉強してきた人なんだよ、うん、だから、Perfumeのライブって結構、まあ後で話すけど定評があって、その演出とかストーリー構成とかもミキコ先生がやってる。はあ、やっぱりなんかそのニューヨーカーな感じ、その演出とかニューヨーカーとかエンターテイメントでも最前線だもんね、ニューヨーク、うん、でその2つの面を持ってて、うん、でまあ最近になってからそのパフュームもちょっとダンスについて案出したりとか、ライブの演出についてミキコ先生と一緒になって考えたりっていうのはあるんだけど、そのミキコ先生が生み出すパフュームのダンスが俺はめっちゃ好きっていう。でまあさっきも言ったけど、最初はすごいアイドルダンス的で、あの振りも可愛かったりとか、ほんと初期の方はそんな感じだったんだけど、そのだんだんとこうハイレベルになっていくダンスと、それをさかっちりこなしてくるパフュームっていうのも俺すごい好きで、なんだかんださ、いや踊ってるだけじゃんとか言うけど、うん、本当踊れねえからあの踊り、ダンスの練習中とかさ、俺友達と、うん、ちょやろうぜとかやってたり、たまにやったけど、マジでむずい。結構さ、ストリートダンスとかってリズムがあって、うん、で決められた動きの組み合わせだったりするから、うん、結構やりやすいんだけど、パフュームの踊りってなんか手をニューンって動かしながら、なんか腰をちょっと折って可愛い感じでみたいな、もう組み合わせが尋常じゃなくて、もう無理でそういう話をしていくうちに、あのアイドルのダンスっていうところにすげえ興味を持ってきて、それをまあパフュームに限らないんだけど、アイドルのダンスに魅力を感じ始める俺。で最近、すげえ最近なんだけど、はい、去年かの末かなになんか本が出て、あのアイドルダンスっていう本なんだけど、うん、そのままあのこれ書いてる人が、あのパスポっていうアイドルとか、アップアップガールズっていうアイドルがいて、それの振り付けやってる先生なんだけど、その人が書いてる本で、まあ、そこから結構引っ張らさせてもらうんだけど、うん、アイドルのダンスの特徴って何だと思う？アイドルのダンスの特徴？ずっと前を向いてるとか、うん、真似しやすい。ああ、それもあるね。あのアイドルのダンスの特徴としてこの本に書いてあるのが、うん、なんかまず、見る人が経験者じゃないことがほぼ多い、うん、ああ、そうだよね。新しい振り付けじゃないといけない。そうそう、あの例えば有名なダンスのチームとか、うん、あのとかだと、見に来る人ってダンスやってる人か、うん、ダンスけんダンスの業界の人とか、うん、そういう人ばっかりで、うん、しかもその見るのっていうのはさ、公演とかが主だから、毎回同じ振りをこうする感じ、うん、はいはいはい。で結構、まあ、バレエとかまさにそうなんだけど、曲に対して振りが決まってたりとか、うん、決められた名前がついている振りの組み合わせとか、そのキレとかを競っていくとか、見せていったりするのがダンスの主なんだけど、アイドルのダンスに限っては全くそうじゃない、うん、見る人っていうのはほぼそういう造詞がない人で、ああそうだね、うん、一般の人たちってことだよね。そうそう、ただのファン、ただの一般の人で、でさらに何回も同じ人が同じ曲を何回も見ることが多い、うん、っていうのが一つあって、うん、でそこに関わってくるんだけど、アイドルのダンスっていうのは歌詞とリンクしてる。ああ、あの、うん、スマップのさ、うん、世界に一つだけの花って、ああ手話、そうだね、ヒートっつって、あれほぼ手話だよねあれ、うん、で感じで、あれは完全にリンクしてたね、確かに。そう、
大空着って言ったらなんかこう大空みたいな、うん、そうなんだよ。で歌詞とリンクしてるっていうのが一番こうメインでさ、アイドルのダンスで、うん、でそこにこう注目して、うん、パフュームに限らずアイドルのダンス見ると超楽しいよ。あの、ね、超楽しい。あの例えば、うん、この本にも書いてあるんだけど、うん、この竹中先生って言うんだけど、この人は、うん、竹中先生が言ってんのは、うん、そのさっき言ったパフューム関連の2007年の紅白で秋葉枠ってあったじゃん、うん、そこに、ベリーズ工房っていうアイドルが出てって、はい、でなんかその曲が、ね、なんだっけな、付き合ってても片思いっていう曲があって、はい、君っていう時に、うん、こっちを指さしてきたりとか、はい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 、アイドル同士でって、あ、じゃない、客席の方、例えば君が好きとかの時に君ってこう客席に指さしてきたりとか、男の子っていう時に親指立てたりとか、うん、なんかそういうのをこう発見っていうか改めて思ったらしくて、で、はい、まあ歌詞とリンクしてるねって聞くと、まあ確かにって思うぐらいなんだけど、はい、そういう目で見ていくと Perfume にもめちゃくちゃもう絶対あって、まあ、当たり前のように、例えばチョコレートディスコとかあるじゃん、うんうん、あれって計算してる男の子とかあるじゃん、その時、いや、期待してる男の子、あ、期待してる男の子の時にこっちを指さしてきてたりとか、はいはいはい、計算してる女の子の時に自分、パフュームたちが自分を指さしてたりとか、バレンタインが近づいてってあるじゃん、うん、その時に手をよく見るんだよ、すると、うん、2,1,4 ってやってんの、フィンガーチューティングみたいな、だから2月14日なんだよバレンタイン、うん、だから、はい、バレンタインが近づいてで2,1,4って手をやってて、へ、近づいてで手を体に近づけるとか、すげえ、うわすげえと思って、すげえすごいし、はでよく気づくな、しかもそういう目で見るともうめちゃくちゃあるの、あのワンルームディスコとかもさ、うん、計画を練り練りって言って、うん、右手上げて手を練り練りってするの、こうグニグニって動かしたりとか、レーザービームとかもストレートで指をバーンってまっすぐにしたりとか、うん、レーザービームでイチローのモチーフなんだけど、あの野球みたいに球を投げるみたいな動きしたりとか、レーザービームってそのレーザービーム、そうそうそう、マジでレーザービームはいはいはい、それはミキコ先生が言ってるんだけど、レーザービームでイチロー振るとか、その歌詞とリンクさせることで何が起きるかっていうと、うん、覚えやすくなる、うんうん、で真似しやすくなるんだよ、はいはい、それってちゃんとファンがそうしたいっていう願望に応えてるのもあるし、うん、でライブとか行くと簡単であればあるほどファンも一緒にできる、一緒にこう動けるから一体感を生むことができるっていうのがあって、うん、で、すごいこれ見てると分かるんだけど、これは俺の発見なんだけど、うんうん、Perfume に限らずアイドルの歌ってサビになった瞬間動きが超簡単になる、うん、これ意識的に見たらそうなんだけど、うん、例えばま、最近のパフュームはちょっとねもうハイレベルすぎてサビも超動いてるんだけど、うん、一般的なアイドルのダンス見るとそれまではすげえ体を動かしてるのに、サビになった瞬間こう体をこうちょっとリズム取りながら右手だけで表現したりとか、あ、急に動きが単純になるの、それってサビの時にファンが一緒にできるようにちゃんと考えて作られてて、サビでみんなで一緒に動きたいみたいな、そうそうそう、なんかちゃんと考えられてんのその辺、へー、すげえな、そういう目線で見ると Perfume、うん、の踊りもめちゃくちゃ面白い、へー、なんかもうそれだけで陰謀論とかでっち上げられそうなレベル、すごいでしょ、サブミリミナル、これ超さ、エレクトロワールドだって、うん、地面が震えてで体がこう体を震えさせて砕けたでこう手をこう振って地面を砕く動きしたりとか、うんうん、でなるほど、ね、その視点になった瞬間、うん、全部の振りをもう一回見たよね。あ、これもそうじゃん。そうそうそう。これもそうじゃん。そう。で、やっぱりその真似しやすいとファンは楽しいし、うん、それで生まれてくるのがコピーダンスグループとか出てくるじゃん。はいはいはい、それってやっぱりアイドルに対する愛の表現だし、うん、それを見てはすげーってなるそのムーブメントとか、うん、コミュニティっていうのは絶対あって。でそういうなんかこれはPerfumeに限らずアイドルのダンスっていうところの面白さに俺がハマったのもある。なんかさ
それでちょっと思い出したのがさ、うん、プリキュアのエンディングのダンスはすげえ簡単だけど難しいって話を知人から聞いたことがあって、なんでどういうことって思ったら、プリキュアって見るのがさ、ちっちゃい女の子とかじゃん、うん、だからちょっと真似する分にはすぐできるんだって。だけどそれを曲とかに合わせて完璧にコピーしようとするとすっげえ難しいらしい。うーん、 3D だからってこと？いや違う、全然そうじゃなくて、なんかタイミングとか動きとか体の使い方とかが本当にちゃんとなんか訓練してないとできないレベルなんだって、前だけになって振り付け。あ、そうなんだ。最近始まったプリキュアあるじゃん、一番新しいやつ、あれの振り付けミキコ先生だから。へえ、そう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 、なんか変わっちゃったんだよ、一番新しいやつは前だけじゃなくなった。うん、パフュームの人で、それも見るとやっぱりハートがどうたらって時に手をハートにしたりする。へえ、うん、面白い。で、わすげえと思って、でこのダンス、アイドルのダンス、パフュームのダンスに魅力を感じたのもまた一つ、うん、はい、あります。ちょっと補足で言っとくと、キャンディーズっていたじゃん、めっちゃ前の、うん、いたね。ちなみにキャンディーズの曲もかなりこれにのっとってる、うん、年下の男の子ってあるじゃん、うん、年下ので、あの下って言って手を下に向けて男の子で親指立てるんだけど、やってるやってる、男の子で親指立てるのはよくあるアイドル。だからアイドルソングなんか知ってる人がいたら、男の子の時にこっちを指さしてるパターンと親指出してるパターンがほとんど。へえ、面白いじゃん。面白い。で、確かに。で、親なんで男の子親指なんだろうと思ったら、あの彼氏彼女でやっぱ小指親指ってあるじゃん。へえ。多分あれで。なるほどね。あと親指小指のその何、うん、親指で親だからお父さんっていう意味で、うん、親指を立てるイコール男の子っていうのが多分あるんだけど、うんうん、キャンディーズですら、はいはいはい、それやってるっていう、その。なるほどね。で、まあ、最近だとまあ Perfume はめっきり難しくなっちゃったってなんだけど、それはまあやっぱり Perfume がアイドルじゃなくてアーティストへ昇華していく段階っていうか、結構俺はいいことだと思う。そうなんだ、うん、ダンスはもういい、はい、止まんない、うん、次行こう、次行こう、ダンスはこれで終わりですってことです、はいはい、はい、ということで楽曲とダンス行ってきましたけど、はい、うん、次ライブについて話させて、ライブね、話させていただきたいと思います、はい、で、Perfume っていうのは、ライブはめちゃくちゃ重要ですっていうのは今言っておきたいんだけど、うん、ライブね、俺行ったことないんだよね。そう、最近ってさ、やっぱり iTunes で曲が聴けたり、うん、YouTube で曲聴けたりするから、生でその人たちの曲を聴くっていうのが少なくなってきてて、うん、そういうのもあるのかもしれないけど、 Perfume の3人がよく言ってるのは、私たちの例えばテレビに出たり CD 出したりっていうのは全てライブに来てもらうための、うん、材料でしかないみたいなこと言ってて、材料ってなんか言い方変かな、それ来てもらうための、まあ、道だったりとか入り口だっていうのを言ってて、うん、私たちの全ての 本番はライブだっていうふうに言ってて、で、へえと思って確かに。で、ライブかと思ってライブの DVD で買って見てみたりするんだけど、うん、めちゃくちゃすごい。で、何がすごいかっていう風に、何がすごいかっていう話なんだけど、うん、初期の頃はまあ言ってしまえば本当にライブ、ただのアイドルのライブみたいに、うん、来てもらった人に対して、まあ、歌って踊ってって見せるだけだったんだけど、ゲームっていうツアーがあったり、直角二等辺三角形ツアーっていうあたりから、うん、まあ、テクノポップアイドル電子音楽 SF みたいな今までの PUB の世界観からのせいか、デジタル技術とか最先端の、そうだね、光学系の技術を使った、うん、電子的なパフォーマンスに特化し始めるそのイメージあるわ、うん、で、まあ、結構有名かもしれないんだけど、例えば直角二等辺三角形ツアーだと、エッジっていう歌を途中で歌うんだけど、箱があってね、すげえでかい箱が3つあって、うん、それがステージに並んでんの、縦長の箱が、うん、でその箱のこっち側、こっちの面に液晶がついてて。